2016年9月、 GPS 搭載容器の先駆けとして、ご視聴ありがとうございました。
がちゃんとあるところもあるのに、そのまま全部同じ量肥料をまいていっちゃうので栄養過多になって稲の同居に使ってしまうという悩みがありましたけれども、この可変的化学を使っていただければ、土壌肥料不足と化学物質を計測して田植え時期に肥料をまく量を調整してくれるというものなので、栄養が稲の消失を防いでくれる収量安定につながりますよというとても嬉しい顔になって、無駄に量を巻くことがありませんので、低コスト、低コスト削減にもつながるんです。ぜひこちら遺跡工業では皆様の消失化、低コスト化を応援できる商品ご提案を多数ご用意